サンキヤコです。第1回ベースレッスン今から行ってきます。今日ねまたすごく暖かいですよ。一番の心配は昨日は予行演習で場所と駐車場の感じは分かったんですけど、なんせ本当困ったのがですね、今日7時からレッスンなんで、あの6時台の混み具合、街のね混み具合が、道路の混み具合が一番なんて言っても心配なんですよ。だったらもっと早く出ろよって話なんですけど、まあ、そこが私らしいとこなんですよ本当に。もうだったら車で来るなって話なんですけど、まあ、今日いろいろ聞かれるのかなと思って、好きなベーシストはとかね、ぶっちゃけ私なのよくわかんないんですよ。あのベーシストさん、ざっくりとベーシストさんが好きなんですよ。でどの方のプレーとかってよくわかんなくて、じゃあベースラインがわかんないのかって言ったらそういうレベルではないんだけど、いいベースラインとかも耳にね勝手に飛び込んでくるんだけど、そういうベースライン大好きだし、あのバンドの中の音作りの中のベースの位置っていうのはものすごく好きなんですよ。意外に早く、今ここは千種の近くなんですけども、右側に、まあ、見えませんけど千種のイオンがあります。ね、ここからねもうあとね混んでなければ15分もあればね全然余裕でつける場所なんですよ。で今が、18時27分ということで、まあ、なんとか到着できるんじゃないかなと目論んでおります。今矢場町なんですけど、このねここの木のね裏のところにねテレビ塔があるんですよ。エッフェル塔みたいなやつ、ちょうど影に隠れて見えないな。出てこない出てこない出てこない。はい、アップルストアっていうのがあるところです。この通り、あのパルコがある通り。あ、よかった、空車だ、ラッキー。はい、駐車場に入りました。まだね40分台、無事到着しました。安心した。あ、よかった。時間きっかりにピンポン押して、それから中に入って1時間練習だそうです。でね、このレッスンを受けようと思った決め手となったものの一つに、あのレッスンを録画してもいいということがあったんですよ。なかなかねそれ、あの許さない先生がまだ未だにいらっしゃってですね、気持ちわかるんですけど、今のこのね SNS 時代に公開しないでくださいねって言ってもね、公開されちゃうかもしれないっていうね、それを人に見せたらどうなっちゃうかなとかね、まあいろいろ考えると思うんですけど、あの本当にレッスンをしているところをなぜ録画したいかといったらですね、自分の姿をね見たいわけですよ、客観的に。で、あのそれはね上手にできてない時のフォームっていうのもすごく大事なんですよ、研究するのに。だから今回ねドラム教室始めましたけど、先生録画してもいいよって言ってくださってるんですけど、ところどころね先生のお手本をじゃあ今から録画してくださいみたいな感じで言ってくださるんですけども、実際私本当はこれ本当わがままなんですけれども、全部録画してですね自分の姿ね、もちろん先生のお手本も録画したいですけど、自分が例えばバスドラム初めてこう教えてもらって踏むときに最初すごくぎこちないわけですよ。でその中であのコツがね一瞬つかめて、まあ偶然かもしれないんですけど、こうスコンとできた時があったんですよ。で先生がねそれって言ったんですね。でそこを取っときたいわけですよ。あのもちろん思い出っていうね意味でもそうなんですけど、あのこれね撮ってるとね周りの人がジロ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 見るんだけど、別にねあのその人撮ってるわけでもないのに、なんか人って見ますよね。だいぶそれ慣れたんですけどね、あの見られていながらもこう撮影し続けるみたいなね。もちろんねこのカメラのレンズがね今インカメで撮ってて、外のカメラが歩いてる人たちの方を向いてる時、もちろんそういう人たちが危機感を持つっていうのは、こう危機感とかね、あの滑舌悪いな最近、あの持つの分かるんですけど、ずっとこれインカメで撮ってるのにね、まあ分かんないですよねそんなことね。で何だったっけ、そうそう、だから自分のできてないフォーム、そしてできた瞬間のフォームとか、そういうものも撮っときたいし、でそれ全てがまあ思い出ですよね、記録、自分の記録みたいな感じですよね。でそれをねいい感じにレッスン内容が分からないようにこう YouTube 動画にアップするとかして、先生の教室を宣伝させてもらうっていうのはどうなんですかね。私はそれは宣伝効果になるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。もちろんねあの先生のレッスンダメですっていう動画でそれを出すのは良くないですけど、基本的に先生のレッスンいいですって推薦しますっていう内容で出すのは悪くないんじゃないかなと思うんですけど、はい、ということで、あの今から行ってきますね。あのおちおちこんなとこで喋ってると時間なくなっちゃうんで、頑張って行ってきます、録画してきます。でもそれは見せることできないけどね。じゃあね、バイバイ、また報告します。
そうそう、言い忘れちゃったし、どうでもいい情報なんですけど、今日ねメイクをねここの上だけしてきました。この下メイクしてないんですよ。だから唇にも塗ってないんで、ちょっとね口がねすごい寂しい感じ。まあいつもこれなんですけど、でマスクするので、ここら辺がねどうしてもお化粧がつくと鬱陶しいじゃないですか、マスクがね。だから今日これで行ってまいります。バカ思い全身持ちながら行ってきます。1500円、助かる、助かります。レッスン終わりました。みっちり1時間、ちょっとクタクタになりました。あーすごくね、